はい、皆さん明けましておめでとうございます。2019年の1月1日のね、初アップですけどもね。で、今日はですね、この美文字でね登場いたしましたけど、まあ似てるようで全然似てませんすいませんで、まあ毎年やってんですけど、今年のアップルにね望むことっていうのの、まあ、2019年度版ってことでですね、まあちょっとね辛口になっちゃいますけども、まあね、アップルに期待することとかをね、まあこのね語っていきたいと思っています。それでは行きまーす。はい、ということでですね、まず iPhone についてですね、一つ目は小型の新型 iPhone に取り組んでほしいってことで、まあ日本じゃなくてね、海外でも、まあ結構ね、小型の iPhone 望む声が多いようなんでね、まあ過去のデザインじゃなくて、まあ、外観は新型でやってほしいという感じですよね。で、ボディサイズは SE から8ぐらいまでに抑えてですね、まあイヤホンジャック、そして、まあサイドとかでいいんでね、まあタッチ ID をつけてほしいということでね、まあもうチーはね、なくていいでしょう。で、あとは全画面にこだわらないで、まあ右のね、イラストみたいな感じにしちゃってもいいんじゃないかななんて思いますよね。まあ下からスワイプはね、結構便利なんでね、まあやるとして。で、まあ iPod Touch のね、新型との兼用でもね、いいのかななんていうふうに思います。で、お次ですね、タッチ ID のオプションはやっぱりあった方がいいということで、で、まあ顔認証もね、非常に便利な面も多いしね、精度が上がってますけども、やっぱりね、使ってるとタッチ ID の方が便利な局面というのは必ずあるんですよね。なんでね、まあこれ上位機種はね、画面内指紋認証などで対応して、もうね、下位機種はね、もういっそこれタッチ ID のみにしちゃうのもね、ありなのかななんていうふうに、ね、思いますよね。でも Face ID でなければね、チップも1世代前のでもね、OK かもしれないんでね、まあコストダウンも図れんのかななんていうふうに思います。で、3つ目、iPhone ユーザーは新機種を欲しがっている。でも、ハイエンドでなくてもいい人も多いということでね。まあ、これ今はね、旧品番の値下げ対応でね、まあやっていますけども、まあもうちょっとね、うまいことやって、なんか新機種としてね、前のアップデートで対応してもいいのかななんて思いましてね。まあ、これほら、色変更するだけでもね、鮮度は上がりますしね。まあ、あとは少しだけチップとかね、カメラがアップデートすると、まあまあ、嬉しいは嬉しいっていうのはありますけどね。まあ、iPhone9 の番号が空いてますからね、まあ、そのあたり活用したらどうかななんていうふうに思いますけどね。で、お次、ゴージャス感もいいけれどステンレスは比重が高いので重いってことでね、まあこれステンレスのね、まあこれ iPhone、まあ、2台続けて使いましたけどね、まあ高級感あって素敵です。ただね、どうしてもね、やっぱり重いんですね、比重が高いから。で、まあこれね、結局高級感を優先して重くなっちゃったよね、本末転倒なわけで、まあ設計とかね、アルミの仕上げの変化などで、まあもうちょっとね、軽量化を考えてほしいなと思いますよね。まあ、マックスね、結構重いですからね、その点だけが不満ですね。で、お次、もういろんなものをね、外側にアダプターとしてね、出しちゃいましたが、まあいっそね、カメラをね、もう付加機能の部分を外側に増設オプションでもいいのかななんて思いまして、で、これ、オズモポケット使って思ったんですけどね、望遠広角魚眼とかね、まあ、手ブレ補正とかね、まあ、そのあたりを、まあ、外付けオプションで純正で出したら面白いんじゃないかななんて思いますよね。これ、イヤホンジャックをね、外に出したんですからね、カメラだってやっちまえという感じですよね。で、ここからは Mac についてです。純粋にね、純正ディスプレイを普通に出してほしいですよね。これ LG の先日購入したばっかりですけどね、本音を言ったら Apple ブランドで欲しかったですよね。まあこれね、iMac のディスプレイだけをね、切り離したようなのを純正ディスプレイで出してほしいということでね。まあこれ 4K で27インチがあったらね、なおいいんですけどね。まあそうは今のところなっていないという感じなんですけどね。で、お次、Mac の開発スピードを上げてほしいということで、まあこのところですね、このマイナーチェンジ、マイナーアップデートでですね、新しいのを出す頻度がね、下がってる感じがありましてですね、まあこれオールニューはね、数年に1回でいいんですけど、やはりね、マイナーチェンジは年1ぐらいで出してほしいですよね。まあなぜならね、結構まあ Mac をよく使っている、まあ小規模のデザイン事務所とかね、まあ小さい会社なんかはですね、まあ年に1回、まあ今朝のタイミングで新機種を購入したいタイミングがあるんですよね。
でそれなのにね、まあ、旧機種がずっと、まあ、そのままにされているっていうね Mac Pro みたいな状態はやっぱりね、まあ、買いたいって思っている、まあ、これね人がいるのに、まあ、こうね新しいのが出ないっていうのはね本当もったいないんじゃないかと思うんですよね。でお次、性能向上が必要なのは iPad ではなくて買い中機種の Mac の方じゃないかってことでね、まあ、先日11月に出た MacBook Air とね iPad Pro ですけども、まあこれね、左が MacBook Air、右が iPad Pro のね、このベンチマークのね、Geekbench 4のスコアなんですけど、これがね、もうこれ逆転してるわけですよね。なんですけど、まあ本来ね、やっぱり Mac の方で負荷のかかる作業をすることのが多いんでね、まあこれ iPad Pro はどんなにね、性能良くなったって iPad なわけでね、MacOS 乗ってないわけですからね。まあ、そういう意味ではね、このスコア逆でいいんじゃないかぐらいのね、もう MacBook Air でね、この iPad Pro のスコアが出たらね、もう誰にでもおすすめできるものになるってことでね、まあ、そのあたりちょっと考えてほしいですよね。で、お次、中型でいいので、自分でまあカスタマイズ可能なですね、まあ、デスクトップ用 CPU 搭載のデスクトップ型 Mac が欲しいってことでね、まあこれほら新型の Mac mini は性能はいいみたいですけど、プロセッサーがモバイル用だったとかね、まあ自分では公式にはまあカスタマイズできないとかね、まあグラフィックボードがないとかってことでね、まあまあちょっとね、そのノート系のノリが否めないわけですよね。なんでね、少し大きくなってもいいんでね、まあデスクトップ用のプロセッサーとグラボ搭載で、まあ後からメモリや SSD 増設の可能な中型のデスクトップが欲しいっていうふうに私は思っています。で、まあ、その中型デスクトップとかね、iMac など、まあ、新しいの出るかもしれませんが、まあ、デスクトップはやっぱりね、まあ、これ SATA の、ね、SSD もオプションで欲しいななんて思うんですよね。で今ほらもう iMac Pro とかあと Mac mini の傾向を見るともう SSD はほら、まあ、高速だけど高いっていうね、 PCI Express だけになってきそうじゃないですか。まあそれで iMac とかね、まあ、今、まあ、1個前に提案した中型のデスクトップとかはね、やっぱりね比較的安い SATA の SSD のオプションが欲しいなというふうに思いますよね。でそれがねできないのであればね、このターミナルを使わないでもね iPhone とかのバックアップがね外付けに保存できるのはね、まあ、簡単にできるね、まあ、機能を、まあ、これね OS の方で備えてほしいっていうふうには思いますよね。やっぱねターミナルはね抵抗ある人多いですからね。でウォッチについてですね、でこちらウォッチはね Apple Watch の機能そぎ落とし版っていうのを出したらどうかということで、まあ、これ写真はフィットビットですけども、まあ、これウォッチの入り口としてですね、やはりこの1万円台中後半でね機能をお知らせとヘルスケアだけに絞り込んだものを出してもいいのではないかなと思いますよね。まあ、スイカもねあったらいいはいいですけどね、まあ、お値段高くならない範囲でという感じでしょうか。でアクセサリーについてです。でこれ生活が楽しくなるスマート家電ということでね、まあ、このエンバーのスマートマグを、ね、使って思ったんですけどね、やっぱりこの日常生活寄りのね、まあ、この生活方面に、まあ、iPhone 連携の鍵があるような気がしますよね。まあ、なんかその生活にねスッと寄り添ってくるようなアイテム、まあ、そのあたりね Apple から純正で出してもいいんじゃないでしょうか。で次はね売り方についてです。でもっとね組み合わせ提案のプロモーションしちゃった方がねいいんじゃないかなと思いまして、まあ、例えば私が最近ね何回か言った8と iPad の組み合わせとかね、まあ、そういうことによってですね8で機動性、自宅では大きい画面とかっていうね、まあ、そんな感じの提案で売っていけばですね、まあ、下手に単品で値引きするよりは、まあ、こういうセットで値引きとかのね客単価も上がるのかななんていうふうに思います。でお次、誤解を生まない説明をということで、例えばね MacBook Pro がサンダーボルト3だけになった時とかね、あとは iPhone が7でイヤホンジャックなくした時とかね、まあ、アダプターの件とかねそのあたりをちゃんとね表に出して説明すればね、早とちりで敬遠した人っていうのはね防げたんじゃないかななんて思いますよね。まあこれね MacBook Pro なんかはね本当に USB のタイプ A が使えないなんていうねデマを流しちゃった人とか、それを信じちゃった人たくさんいましたからね、まあ、その信じた人が悪いんじゃなくて、やはりね、もっとね分かりやすい説明が必要ということで、まあ、こういったねチャンネルでフォローする始末ですよ。だからそれはやっぱりね Apple 側がやるべきことだと思います。で最後ですね、これはアップルに対してではないんですけどね、こちら、
まあ、ちょっとね偉そうにって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、最近のねこの生産委託先が、まあ、ソースのねアナリストのリークがねどうなのかななんてちょっとね思ってまして、で、まあ、リークはね楽しめる面もあって私自身も題材にしてるんでね、まあ、必ずしもね悪いことじゃないんですけども、ただねなんかほら金融系のアナリストの方とかがね、まあ、予測を外しまくっててね困ったもんだなと思いまして、で、まあ、あるアナリストはですね iPhone XR を史上最高売れるとかね、まあ、予測してたわけですけどもね、まあ、ところが最近になって、まあ、これね下方修正をねしたりしていて、まあ、これね、2点3点したりしているわけですよね。で、まあ、あとはほら減産リークみたいのもねあるじゃないですか。で、まあ減産とかっていうのはね結局、まあ、末端の部品メーカーなんかがねちょっと注文予想よりも、少なかったんですよみたいな話だったりすることもね、まあ、これメーカーやってるとよくあるんでね、まあ、結局そういうものだったりもねしたりするわけで、まあ結局のところね、結果とか、まあ、その生産のね状況とかっていうのはもう内部の人にしか分かんないわけですよね。で、まあ日本にね住む我々もですね、まあ、この統計サイトみたいなものからですね、まあ、これ例えばね最近 10R がね浮上してきたとか、まあ、あとは iPhone8 の 64GB が、まあ、これね53週1位でね居続けているとかね、まあ、そんなことはわかるわけですけど、これもねあくまでもね日本国内の、まあ、一部のねポスデータだけであってですね、まあ、これ世界のデータっていうわけではないわけでね、まあ、やっぱりねその売上動向、まあ、生産動向についてはね、まあ、内部の人にしかわからないというねところがね、まあ、実際のとこですよね。で、まあ、売れてないネタをね題材にする方々もね、まあ、YouTube なんかでもいらっしゃいますけどね、まあ、そういうのもまあ裏が取ってあるのかなっていう感じのものもね結構多いですしね、まあ、このそういう方はね去年の iPhone8 のね発売当初売れてない売れてないってね騒いでた記憶があるんですけどね、まあそういうのもね、まあ、この目的が何なのかっていうねところでですね、まあちょっとね疑問を感じる瞬間っていうのはねあるわけですよね。まあ私も含めてですね扱う題材についてはね、まあ、ちょっと慎重になった方がいいのかななんてね思う部分もありますよね。受け取る側もやはりね売れてるも売れてないも、まあ、鵜呑みにしてはいけないというね、まあ、ところかもしれません。そのあたりね、まあ、偉そうにって思われるかもしれないですけどちょっと思うところがあります。はい、というわけでですね、わがまま放題に語ってきましたが、これだけ期待しているユーザーがいるアップルに、まあ、今年も期待したいというねところでですね、まあ、ちょっとね、まあ、ユーザーが残念がる、まあ、このねそぎ落としとかはね、まあ、ちょっとよーく考えてやってほしいななんていうふうに思っています。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。